南海トラフ地震を想定した県の総合防災訓練が明日までの2日間、県庁や志布志市などで行われています。訓練は四国沖を震源とした南海トラフ地震が発生し、県東部を中心に最大10メートル程度の津波が発生、甚大な被害が出ているという想定で実施され、県や気象庁、警察、消防、自衛隊など101機関、延べ4300人が参加しています。県庁で行われた対策本部会議では、志布志市、大崎町、東串良町をオンラインで結び、被害状況が報告されたほか、それぞれの参加機関も施設の被害状況や職員らの安否確認、被害への対応状況などを説明していました。上履きのまま校庭に避難する児童たち。志布志市の勝木小学校では津波警報を想定し、児童たちが高台に避難する訓練が行われました。児童は小走りで歩道を駆け上がり、およそ1キロ離れた一時避難場所まで10分ほどで避難しました。その後、教師が児童の人数を確認すると、保護者への引き渡しを想定して兄弟で集まる練習も実施されました。実際に起きた時に慌てずに走ったり、なんか冷静な行動ができるように真剣に訓練できてよかったと思いました。子どもたちは担任の指示に従って迅速に動けたかというふうに思います。保護者への引き渡し、そういった点はまだまだいろんな場面を想定して、備えておく必要があるかと思います。気象庁によりますと、南海トラフ地震は静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖にかけて100年単位で繰り返されてきた巨大地震で、前回から70年以上が経過した現在、次の南海トラフ地震が発生する切迫性が高まっているということです。実際に起きたときにどういうふうに対策を講じるのか、行動すればいいのかというようなことをですね、訓練を通じて高めていきたいというふうに思っております。明日は志布志市、大崎町、東串良町で住民の避難や復旧対応などの訓練が行われる予定です。